スプレーがあって。え、ああ、あーじゃないよ、別にいいですよ。委員会委員会なんやねあのドキドキやる、いいよ、やらなくていいよ。いや、もういいよ、もういいよ。見たい、黒井亮さん。あ、じゃあやろう。俺はそんなに見たくない。なんで何年ぶりの黒ですか？14年ぶり ?14 年ぶりの黒。3年ぶり？あ、意外といいじゃんってなったら、ほんと黒に戻します？いいなと思ったらな。うん。俺恥ずかしいんだよ、相方が金髪って。いいよ。なんでトークライブで髪染めてんの、この人。これで大丈夫なんですか？大丈夫です。では、はい。黒くなった新生亮さん、はい、14年ぶりの黒髪でございます。どうぞ。全然いいじゃん。わかんない、全くわかんない。見てみな。何これ、全然よくない。え、全然いいって。なんかやっぱ恥ずかしいんだよな。え、だからまた金にしたいとき金にすりゃいいじゃんね。別に金って決めなくても。コロ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 変えんの。なんない。え、じゃあ今回だけってこと。今回だけ特別ですよ、もう。じゃあ今日来てたトークライブだけは黒い髪にして。毎回これ、ね、トークライブだと黒い髪が見れるみたいなのにはせめてしてもらっていいですか。トークライブ早めに入ってシューってやって、はい、もうええわって言われるまで、じゃあトークライブやりましょうか。もうええわって言わないんですよ、そんなに。本当に何回も言ってますけど、ぶっちゃけどうだっていいんですよ。そこの髪じゃあ金のままでいさせてくれよ。じゃあトークライブは黒髪で。黒髪でやりますよ。いやー、なんだこの黒って急になんないかね。なんないんじゃないですか、そんな見てないから。まあ、なんやねん。お前言い出したことや。黒いですね。黒いですよ。このライブだけでは黒にっていうことね。生え際どうにかなんないの。生え際多分タオルの位置やと思うよ。俺のせいじゃないと思う。人にやってもらってんの。うん。だったらもっとうまくやってもらえるんじゃない。やろ。なのにこういうな、俺も鏡見てびっくりしたの。その辺に愛情とかが出るよね。どういうこと。この黒いのついてるよこれ。どこに、何に。おでこに。だからそのスプレーで触ったので、また触ったんじゃない？バカだから。